拙者将軍足利義昭様よりの使者としてのお役目を仰せつかり、こたび将軍家のご加盟お伝えいたすため参上をつかまつった次第にござる。わしに頭低くして聞けと申すか。まずは将軍足利義昭様、早急に都へお戻りになり、天下の乱れ正さねばなりません。そのためにはぜひとも六角殿のお力必要にござりまする。義昭様もそのことを切にお望みにござりますれば、どうぞお力お貸しくださりませ。もし義昭様のお供して都へ攻め上ることをご承知くだされば、天下の諸次第のお役目お約束いたすとのことにござりまする。諸次第とは少子千番、わしは今慣例を約束されておる身じゃ。細川、そなたも由緒ある家の者じゃ。都落ちした者の使いなどいたすな。わしと手を組み天下の動きを見定めようぞ。どうじゃ。第一将軍家については、三好松永の力により足利義秀様がとうに将軍に任ぜられておる。よって天下に立つ将軍のほかに将軍と合する者などいようはずがないではないか。それから尾張の小せがれにも伝えるのじゃ。片田舎に生まれし者は片田舎に生きよと。天下はそのような者には関わりないものじゃ。聞くところによると、信長殿は2万5千の軍勢を持って岐阜城を出発したそうです。三河徳川からは1000、北伊勢も少々、江北の浅井からも3000の兵が参加しました。都落ちした義昭様を助けたのはただ一人、尾張の小せがれだけじゃ。越後上杉甲斐武田、頼りにされた朝倉とて動かぬ。なぜじゃ。上洛できぬことをよう承知しておるからじゃ。信長の命運この大海で尽きる。申し上げます。うん。織田の先方およそ5000、高宮に姿を現しました。ご苦労。はっ。ついに現れたか。父上、2万5000の軍勢は侮れません。吉田。はっ。田中。はっ。それぞれに牢城の構え今一度見直し、油断なきよう見張るのじゃ。慌てるでない。吉田が守る三国城は守るによく攻めるに地獄の山城じゃ。10倍の軍勢をもってしても一月や二月で落ちるものではない。この観音寺城、田中の守る和田山城とて守りは固い。心配無用じゃ。半月も籠城しておれば都から三好の軍勢何万と押し寄せてくる。信長などひとたまりもないであろう。その上我らが打って出れば、信長が兵は前後から攻め立てられることになるのじゃ。命運尽きるをこの目で見ることできる。申し上げます。うん。敵の本陣は観音寺城にござりまする。うん。兵の数およそ2000、三国城は守る兵3,400にござりまする。そして主力6000は和田山城を守っております。うん。ご苦労であった。主力六千は和田山城におるとのこと、いかがなされますか。主力は最初にいたしますか、それとも最後に。まずは手ごわそうな三国城、わしが攻める。はっ。
三つくり城の戦いは朝から始まり、夜になっても終わりませんでした。攻めてくるぞ。申し上げます、敵は次々に登ってまいります。夜になっても攻め続けるとは、終わりの山猿め。大門破られました。早う絡めてやるお理由くださいませ。吉田出雲守、先ほど城を捨てになり絡めているようでなりました。敵の軍勢ますます増えているようにござりまする。三つくり城が一晩もたぬとは。申し上げます。なんじゃ。城8000の軍勢によって取り巻かれております。これ以上門外で戦うは無理にござりますれば、籠城の構えに入ります。いかがにござりましょうや。都の三好殿から今だ使者は来ておらんか。はい、父上、三好勢待ちましょうぞ。必ず参りまする。申し上げます、和田山城もお使者よりございます。何をしておるか。終わりの小せがれが思い通りではないか。信長殿は岐阜を出てから7日ばかりで近江を平定しました。